皆さんおはようございます。ベガサスです。あ、今日も暑い。あ、今まで気がつかなかったんだけど、この都会に結構偽アカシアが街路樹として建っていて、昔から子供の時からこの香りが好きなんだけど、まあ、東京のはなぜか全く匂いがしなくて、花がこう咲く前につぼみとしてたくさん落ちてて、それを清掃の方が、まあ、ほうきで掃いているっていう、まあ、不思議な感じ。なんか本当はね、すっごい蜂蜜みたい、もっと柔らかい匂いがするんだけど、全く匂いがしません。なんでだろう。この東京の夏っていうのは去年もひどかったけど、まあ、今年の方が過ごしやすいというか、まあ、関東に住むっていうこと自体、まあ、初めてで、まあ、全く、まあ、ほぼ縁もゆかりもないところなんだけど、まあ、日本に帰ってきた実感っていうのは、実はその関東に住んでるから全然まだこうしっくりこないっていうか、その私の中の日本っていうのは北国だから、まあ、木も違うし、いろんな人もそうだし、まあ、いろんなものが違うね。だから おそらくその北国にずっといたら帰ってきたなっていう実感がこう湧くんだと思うね。で、先日青森行ったんですね、新婚旅行で。そしたら、いいな、私の知ってる日本に近いなと思って、あと思ったよりというか、すごく緑が深くて、木もね、まあ、ヒノキとか私にはすごい珍しい木なんだけど、まあ、それでもすごく緑が深くて、でヨーロッパっていうのは、まあ、はっきり言って黒い森とか言って、もっとすごそうな大自然に聞かれるかもしれないけど、実は、まあ、大したことないっていうか、まあ、スカスカだね。まあ、スイスってあんまり木が生えてないし、まあ、イギリスなんかも森なんかないよね、一つも。まあ、ドイツもスカスカで、まあ、だから私が森散歩しても全然平気だったんだけど、というのはもう向こうからやってくる人全部丸見えだからね。まあ、森イコール林業だから、ブナの木がどうしてたくさん生えているのかというと、ブナは非常に成長が早い、そして、まあ、いろんなことに使えるということでブナの木が植えられていて、でたまたま、まあ、日本に北海道に住んでいた時はブナの木とかあんまり気にしたことなかったんだけど、まあ、あまりの美しさに本当にびっくりして、一体何の木なのかドイツ人に聞いたらブナの木だと。でブナの木ってドイツ語でブーハっていうんだけど、本っていうのはブック、ドイツ語ではブーハなんだけど、その昔本をこの木で本の紙にしたっていうことでブーフェから取ってブーフにしたんですね。ブナの木から取って本がブーフになったということらしいです。なんで、ああ、このブナの木が本になったのかって、今はそんなことないと思うんだけど、ちょっとしみじみ思ったね。なんか私、本は全部デジタルじゃなくて紙で読むのが好きで、でももともと木だったんだなってすごいしみじみ思うね。まあ、新聞もそうだし、トイレットペーパーもそうだし、だから言うと木は私本当に紙の材料にするからといってむやむに切ってほしくないし、あと、まあ、日本のサラリーマン の紙の使い方が、まあ、非常に雑だと思う。それはもう昔90年代から気づいてたね。で、日本って紙が安すぎるから、だからありがたみとか、もともと木だったっていうことをみんな忘れてるね。だからといって全部デジタルにしたらいいかっていうと、やっぱりね、デジタルって
中毒性があると思うね。紙はないんだよね。なんでかというと紙読むとき紙めくるし、そのとこへ音が出たり紙の香りとかもあるし、でもデジタルってその中に没頭するから、例えばパソコンならパソコン、タブレットならタブレット、スマホなんてもうかまぼこ板にもう本当に吸い込まれているようになってるから、うん、だからデジタルは意識をそのまま乗っ取られる世界だと思うね、私は。だから気をつけなくちゃいけないし、それがまあそうね、仕事においてはその請求書とか、まあ、いろんな諸々の紙がなくなるっていうのは私はそれはいいことだと思うけど、でも生活の全てにおいて全部デジタル化したらそれはおかしいと思う、私は。それがなんかそのスマートなんとかとか言ってかっこいいことのように言われてるけど、私は人間の対価だと思う。何でも自分で考えなくても、自分で手続きしなくても何でもことが済むって、それは手軽かもしれないけど、私はその例えばドイツって結構紙仕事が多かったから、今までね、このコロナのことからいろいろデジタル化が進んだけど、その前は本当自分で歩いて自分でいろんなことしてクリアしていかなくちゃいけなかったね。まあ日本にいた時は役所と関わることは全くなかったんだけど、まあドイツにいたらまあそうでもいかないから、まあ、かなり役所に行くっていうこと、もういろんな役所があるから、まあ外国人としてもやらなくちゃいけないことってたくさんあって、それは別にドイツだけじゃなくて、まあ例えばスウェーデンとかカナダとかそういうところに住んでる人も多分そうだと思うね。うん、でまあ、現地に行かなくていいとか安く済むとかあるかもしれないけど、それ今までやっぱりその自分の足と手で見たり聞いたりその質問したりしてこなしてきたことが簡単になるっていうことは、その分時間が浮くとか、まあ、そうではなくて、やっぱり動いた分やっぱり知識とか自分の中に蓄積されてるし、それはもう自分の財産だと思うね、私は。うん、で多分そういう経験ってもうデジタルからしたからもう全く無用になるかもしれないけど、でも生きる上ではそれ絶対財産になってる、もう苦労してるから。デジタルだとまあそれなりにその 何ページもフォーマットを埋めなきゃいけないとか、そういう苦労が同じ紙と同じ苦労あるかもしれないけど、やっぱりその人と接触したりまあ、いろんなことはね、そういろんな刺激、外にいるわけだから、うん、だからデジタル化するとやっぱりね、その経験値がやっぱ下がると思うし、あとその私がすごく嫌なのは人付き合いがデジタルでその豊富にしてるって思ってても、いざ会ったりそう何かしらその外から変なことが湧いて、そうするとあっという間に信用がもともとないからね、デジタル同士だから。でそういうことでなくなったりとか、あとうん、やっぱり実際に人と会ってこの人どういう人なのかっていうのを見るのはすごく大事だし、その いくらその何万人フォロワーいるとかで、そのこういう人とその例えばチャットとかコメント欄で交流してても、あと一番決定的なのはなんだっけ、 Facebook の友達、いや私それね友達じゃない人もね全く違うと思う。それはリアルで付き合ったり頻繁にいろんなコミュニケーションがあってというのはそれは本当に友達だと思うけど、そういう数とか数的な、だってデジタルで出てる数字だからね、まあ、それはもう友達でも何でもないと思うし、実際にそのリアルで会ったとしても、それでかなりそのデジタルでコミュニケーションした人がいたとしても、実際に会ってやっぱりこの人波長が合わないとかね、いろんな何かその、懸念点があるとすると、やっぱりリアルであったとしても、それはその時々のそのなんていうか、友達じゃないと思ったら本当友達じゃないと思う。だから一番今大事なのはそのデジタルで広く交流するの大事だし、リアルでも交流するの大事だけど、その中できちんと見極めて、私それいつもできるかって言ったらそうではないんだけど、
やっぱりその落ち着いて、あ、腹に落ちるっていうか、あ、この人とこういろいろ話して心が温かくなるとか、もっと気持ちが発展するとか、また会いたくなるとか、そういうことだと思う。でその人の背景がすごい人気あるとか、全然知られてないとか、そうではなくて、人としてこの人今までどういうふうに生きてきて、どういうふうにいろんなものを見てるのかっていうので共感したり、そのやっぱり人間性、お人柄だよね。でそこに惹かれた時に、その人がどういうその服装であったりっていうよりも、やっぱり瞳が綺麗な人とやっぱり付き合っていきたいと思う。でその人が金あるとか有名とか本当にどうでもよくて、やっぱりそうじゃないかなと思う。だからきらびやかな人ってこれから本当にきらびやかでいれるかって分かんないよね。そういう人気があるとかよく分かんないけど、その芸能人一つにとってもそうじゃなくて、そのどういう視点で、例えば一番小さいことを言うと、その困ってる、例えば虫でも猫ちゃんでもね、まあ、例えばおばあちゃんでもさ、いるとするときに、あと具合悪い人がいたと、そういうのをまたいで行ったり、いないかのように扱ったりとかね、そういうことが、ずっとしてきたか人なのか、でもそうではなくて、何かその人ができる範囲のことをした人なのか、なんかそういうことがこれからも垣間見れると思うから、そういう自分の感性で、そういうなんていうかな、人としてすごい大事なことをちゃんとやってきた人、普通にそういう人と私はつながっていった方が本当にいいと思います。はい、ということで遅刻しそうなので、皆さん今日もご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日をお過ごしください。さようなら。